さあ始まりました。ヤングタン。なんで？さあ始まりました。あ、よかったよかった。さあ始まりました。噛みましたね今ね。よかったよかった。甘噛みしました。あ、A グループの正座せやです。あ、まさかだよしのりです。こんばんは。こんばんは。つい先日ですね。おー、はい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 。終わりましたね。ドーム。あ、ね、大阪公演。はい。京セラドーム終わりましたね。わしおいキャンプ。わしおい。2公演、無事。終了いたしまして、いやードタバタやったね。いやもうほんまになんかいつぶりやろあんなバタバタしたん。ジャニーズって感じした。いつぶりってぐらいバタバタでねえ、2公演やりましたけど、うん、お祭りでしたねほんまに。やっぱ200人出てるからね、うん、リハーサルもなかなか時間かかるし大変やった。暑いしね。あとね、暑かった。そうそうそう、もう、あ、そうか、まだ東京公演があるから、あんまり言われへんのか。そうね、内容はちょっとあれやね。ね。細かいところは。もう一番熱い状況のこと言いたかったけど、まだ言われへんね。どれのことや。まあ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 。一番熱い。一番熱い。どれのことを言うてんねやろ。もう、みんなで、こんななって。ああ、こうして、ああして。ああ、そういうことね。ね。ほんまに。サウナみたいでしたね。サウナみたい。ほんまに。本当に。何のこっちゃやと思いますけど、今聞いてる人は。また、東京ドーム公演が終わったらね。そうですね。うん。話したいなと思いますけども。いや、あっちゅう間でしたね。始まっちゃうとね。そう。3時間近くあった。3時間近くありましたね。あったけど、うん。ほんまにすぐ、うんうん。終わったっていう感じ、やったな、ね、体感。なんか東京の人が全員関西に来てるっていうのが新鮮すぎて。そうね。なんか、まあ、逆はあるじゃないですか。カウントダウンの時とか。そうね。関西チームが東京に行ってみたいな。そうそう。だから俺今東京におんのか大阪におんのかみたいな状況になって。せいや君もね、リハの時に一回、行くぞ東京って言ってました。言うてたわ。大阪で、京セラでリハしてるのに。これ、俺自分では京セラって言ったつもりやってんけど、後でスタッフさんに、うん、あれ東京ってなんで言ったんって言われて。うん、俺東京って言ったって言って。東京ってめちゃくちゃ言ってたけどみたいな。全然俺めちゃくちゃ京セラって言ったつもり取ったわって。あのシチュエーションがそうさせるんですよきっと。あ、そうやねんな。なんか不思議なんやろな、うん、なんか多分東京 に自分が行ってる気分で俺おったんやろな。東京ジュニアがおるっていうのが多分なんかほんまにカウントダウンみたいな感じやったんですか。リハの裏側とかもそうやな。そう、グループいっぱいいて着替え場がいっぱいあってみたいな。でハイハイとか美少年も意外と初めて来たって言ってたから京セラに言ってたな。そう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 なんやって思ったけど、うん、それ意外とあんまないんやね。だからね京セラに。そうですよ。え、だって京セラ、うん、今回京セラと東京ドームとやるけど、うん、その京セラもあるっていうのは23年ぶりとかなんか。そう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 、そんなんやったよね。うん、そんな感じなんやと思って。いやでも23年前って考えたらもう史上初って言っていいぐらいですよね。もうそうやな、うん、だいぶ前の話だからな。出演者もみんな変わってるし、当時だからどんな感じでリハとか内容やってたんやろうって。いや想像つかんな。ね、なかなか。うん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 。ほんまにこうスタッフさんなんか多分全然寝れてないんちゃうかなっていうスケジュール感でほんまに動いてたから、うん、無事終えれてね。そうね、一旦ホッとする時間ですよね。いやそうね、うん、よかったねほんまに。いや楽しかったほんまに。楽しかった。亀梨くんも関わってくださって。そうですよ、うん、もうほんまに細かいところまでリハの時から、うんうんうん、ずっとな。そうだからほんまに200人ぐらい出てたじゃないですか、うん、みんなに一個一個あそここうした方がいいとか。いやそうそうそう、だからほんまにこう全員をしっかり見て。スタッフだけじゃないですからね、演者全員に言ってくれて。いや本当に亀梨くんもお忙しい中、うん、そう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 、やってくださってたからね、うん、だからそれですよ。一回いつやったかな、ヤンタンで俺と小実健かなまさやかな誰かとの時にその亀梨くんが来てくれた話をしたんですよ、ライブに。ああ、はい、あと A グループの全国ツアーにね、はい、そう。だからそういう今回のご縁もあったりとかね、うんうん、あ、そうそうそう、ライブの演出をするからちょっと見ときたいって言って来てくださったんよね。そう、その時にもちょっとだけいろいろお話しさせてもらったりとか、うんうん、やりたいこととか。そう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 、かっこよかったですね。楽屋で10分もうちょっとか、20分ぐらい。そうよ、20、30分は喋ったんじゃない多分、うんうん、かっ
こよかった。兄貴でしたね、めちゃくちゃ。いや兄貴やったな。ついていきてーってなりましたもん。って感じだったもんね、喋ってて。僕はあの連絡先を交換させていただいて。あ、そうなんですか。そう、いつの間に。いやずる。じゃあたまたま、たまたまっていうのも、たまたまはないでしょ。たまたま、たまたま亀梨君の連絡先ゲットすることないでしょ。たまたま、たまたまはないんやけど、うん、いやその場に何人かいたんやけど、はいはいはい、ジュニアがね、うん、でその一人の子がちょっと誰だか忘れたけど、うん、それ絶対忘れた。誰が言い出したか忘れたけど、で一人の子が、そうそうそう、流れがあって、そうそう、でその流れになって、ジュニアが、うん、連絡先を教えてくださいみたいになって、うんうん、でえいいっすかってなって、あいいよって教えてくださって乗っかってったんですね。そういやそれでさ、うん、今日やねんけど、うん、電話かかってきて亀梨君から、急にね、はいはい、うん、いやその前に、まあ、そのお疲れ様でしたとかって話は、うんうんうん、あの連絡させてもらってて、でこう共通の好きな服があって、うん、あーはーはーはー、亀梨君とでそういう話、服の話とか今度お時間ある時させてくださいっていう連絡をしてて、うんうんうん、で今日電話かかってきてびっくりするやん。はいはい、急にね亀梨君って出るわけやん、うん、画面に。えスマホもびっくりしてると思います。スマホもびっくりしてたのに、多分。えと思って。で、出たら、その、東京いるみたいな。おうおうおう。連絡やって、あ、いや、大阪いますって言って、うん。あ、そうだよね、みたいな。いや、あの、東京いたら、ちょっと時間あるから、服、見に行くかなと思って、みたいな。へぇー。その連絡をしてくださって。呼んでくださいよ。な、誰を？ええー。まさかど？まさかど。何、呼ぶっていうのはどういうこと？え行きたい。何ついて行きたい。何に？え？何についてくるんですか？亀梨くんが行ってるお店を知りたい。うん、いやそれはあの呼ばないです。いやそれはもうただミーハーなの分かってます。ただその、はいはい、うん、やっぱもうジュニア入る前から見てた人なんで。いやもちろんもちろん、うん、そりゃそうよ。極戦とか。いや僕も見てましたからね。うん、そんな方が。はい、どんな服屋さんに行ってるのか知りたい、うん、それはだからあの僕が行ってきてこういうとこやったよっていうのを言いますから。じゃあそれを末澤越しなのか直接亀梨くんがいてなのかでは、それは、はい、それはもう末澤越しで我慢してください、ね、いやそれでも嬉しいですよ、うん、うわーそこなんやーってそうなるけど、うん、行きたい。いやだめそれはなんでなんすか。まあまあそれはね急に来るかって言われても逆に引いちゃうけど、俺も引いちゃうやん。ギュッと来られるとあってなっちゃうけど、人見知り出ちゃうけど。そうそう、でもすごくこう優しい、優しい先輩ですよね本当に。いいな、かっこいいな。いやかっこいいわほんまに亀梨君。うんうんうん。いろいろね、だからもっとこうなかなかがっつりね、うん、お話しさせてもらう時間はあんまりなかったり、今後、まあ、まあバタバタ、ね、バタバタしてたから、うん、そうあんまりなかったから、うん、またどっかのタイミングでね。おさせていただ、え、何セッティングしてくれるんですか、どっかのタイミングで。A グループと亀梨くんを。何ですか、お食事とか。あ、しないです。グループからんでもダメ。俺個人じゃなくて。いや、そうですね。グループで行こうもダメ。そうですね。そうですか。はい、それは。すいません。僕、越しで話をします。もしね、俺がこう、亀梨くんとご飯とか行かせていただくタイミングがもしあったとすれば、あのその話はします。行ってくるねんって。いや行ってきたよっていう事後報告、はい、はします。事後報告ですか。事後報告はしますけど、うん、まあ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 、はいはい、それだけでも嬉しいですけど、それははい、ごめんなさい。そうか、知らん間に。ずるいな、いいな。いやてかそのたまたまよ、ほんまにその一人の子が、うん、その言い出したから、うんうん、連絡先いいですかっていう。すっげえ、俺それ先輩に言えないんですよ。いや俺もちょっとなかなか聞く勇気なかったから、うん、俺も言ってなかったんけど。そうそうそう、緊張しません。いや、ま、緊張するで。なんかきっかけ待ちしちゃうじゃないですか、どうしても。何その連絡先。そう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 。断られたらどうしようって思うもんな。ねえ、まあ、今回とかない。え？いや無理とかさ。まあそんな。いや亀梨しかそんな言わへんって思うよ。うん、もちろん。うん。いいよって言ってくれると思うねんけど、そうそうそう、うん、もしね。万が一ね。万が一その0%ではないわけやん。それはありますよ。そうそう。うん、いやいや、ちょっと連絡先はあって、うんうん、もうちょっと喋ってからなとかっていう可能性もあるやんか、うんうん、はいはい、そうそうそう。俺もちょっと自分からは言い出されへんかったけど、
俺も城島くんと一回取材させてもらった時があって、うん、言えなかったっすもん、連絡先は。え、じゃあ知らんってこと？知らないっす。あ、そうなんや。そうそうそう。取材なんかめちゃくちゃ言いやすない？でも。言えます？いやでもがっつり喋ってるやろ、でも。喋りますけど。インタビューとかももちろんあってのあれやんか。でもそこってなんか、お仕事の時間なんかなって思っちゃうじゃないですか。いやだからそこを超えて、いやぜひちょっとプライベートでもってなるやん。だってプライベートで会うことはまずないわけやん、連絡先知らな。そうですよ。だから仕事の時に聞くしかないやん、だって。連絡先を聞くってなったらさ。うんうん、でもその数少ないチャンスをものにしないといけないじゃないですかそのハードルの超え方。いやまあまあそりゃそりゃそうよ。そう、まあ、それ以来言われへんねんな。お会いしてないってこと？お会いしてないですね。うん、してないかもしれないです。だからギシャ君が唯一知ってるんですよね、ジョージさんとかで。そう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 。だどっかで何どっかでどっかで何なんか二人で飯とかなったら、うん、行きたいです。そのさ、もうその誰かのやつに便乗すんのやめてくれへん。その、じゃあその呼んでとかさ。いや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 、そうね。率先して動こうよ自分から。動きたいんすけどね。いや俺もその今回聞きではないけど。うん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 。そうほんまや、後乗っかりやん。聞いたテンションの人、聞いたスタンスで喋ってたけど。いやいや、俺も聞いてないけど、うん、今回はその。いやー、言い出してくれた子がいたからあれでしたけど、ちょっと勇気出してみるか、今度機会あったら。誰に？城島さんとか。そう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 。いやいいんで、先輩にね。そう、なかなかね、緊張はしますけどね。そう、なかなか。でもなかなかその機会がないことやから、実際問題、うんうんうん、そうですね。そう、頻繁にね会う方じゃないんで、そこは勇気出して頑張ってもらいたいなと思います松本さんにも。俺への言葉でした。今、まさかずさん。最後、俺への言葉でした。はい、あ、そうでしたか。頑張ってもらいたいなと思います。頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、それでは、ちょっと行きましょうか。行きますか。はい。MBS! ヤングタウン！はい。ということで、本日は、末澤誠也と、まさかずよしのりが、お送りしております。よろしくお願いいたします、うん、なんかお便りが。そうなんですよ。来てますか？来てますよ。あ、来てますね。どうぞどうぞ。ちょっとお便り紹介したいと思います、はい。静岡県ラジオネーム勇敢なパンダさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 A さん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。フィラのブランドアンバサダー就任おめでとうございます。ありがとうございます。とっても嬉しいです。泣き今のお気持ちお聞かせください。中学の時の学校のジャージがフィラで、毎日袖を通していたブランドなので余計に胸がいっぱいです。久々にタンスから引っ張り出し気持ちを作り、続報を楽しみに待ちます嬉しい。いや嬉しいね。僕らもびっくりしましたからね、話聞いた時ね、うんうんうん、えってなったもんね。ブランドアンバサダーってね、いやいや初めての方だ。嬉しいですよ。こんな 23AW オータムウィンター、これからですね、本格的には。きっとそうですね。うん、今だからその僕たちが就任したっていうのが多分発表されてて、うんうん、今後なんか多分いろいろ情報が出ていくのかな、ね、多分。そうか、だから写真ってまだ1枚しか出てないのか。1枚しか出てない。 T シャツ出てないです。起きて T シャツ、はい、起きてT シャツのやつしか。そうそうそう、ですよね。そうそうそう、だから結構撮りましたから。撮った、いろいろ写真1日やりましたもんね。 1日撮影やったんで、うん、だから今後多分いろいろ出ていくんじゃないかなと思います。そう、ね、めちゃくちゃ可愛かったなっていう。そう、なんかこんな種類あんねやって、靴とかジャージとか、うん、他もろもろいろいろあったからね、うん、ほんまにめちゃくちゃ。ちょっと皆さんも楽しみにね。そうね、待っといてもらったらなと思いますね、うん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 、続報を。ぜひぜひ交互期待ということで。そう、僕らもちょっといつ出るかはね分かんないですけど。そうね、続報が。でも秋冬やから、まあ、オートミンターやからね、うん、言うても夏中には出る気がしますけど、ね、来月ぐらいかな。じゃあなんかな、勝手に言っとこう、来月です。だから多分フィラさんの、うん、公式ツイッターで多分その就任のやつが多分発表されてるから、うんうんうん、そちらを多分フォローしておいてもらえるといろいろ情報が入ってくるんじゃないかなと思われますね。思われます。
ぜひぜひフォローしておいてください、はいはい、皆さんお願いします。そしてもう一つお便り来ておりまして、はい、ちょっと話戻っちゃうんですけど、わっしょいキャンプのお便りもらってました。あ、いいですか紹介して。あ、もちろん。大阪府片野市のラジオネームラーメンプリンさんからいただきました。ありがとうございます。 A グループの二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。私は先日京セラドームで行われたわっしょいキャンプに参戦してきました。ありがとうございます。初めて A グループの皆さんが出るライブに参加したのですが、ジャニーズジュニア総勢200人の熱気とパフォーマンス、京セラを癒すほどの歓声などが最高でした。そして何よりジャニーズ初のアンコール撮影 OK、 せいやくんがモニターで発表された時、えーという声でドームが揺れていました、うん、お家に帰ってからもライブの日からずっとハッピートデイです。ありがとうございます。ああ、いただいておりましたよ。そうなんですよね。ジャニーズ事務所史上初の、うんうんうん、アンコール撮影OK、というスマホでね。スマホで、まあ、今回特別なんですけど、うんうんうん、普段はダメなんですけど、今回だけ特別にアンコールだけ撮影してもいいよっていう発表をね、うん、させていただいて、びっくりした。結構僕らも直前やったんですよね、これ聞いたんが。ね、せいや君だって発表した時ね。あ、そう、発表したのも俺もこのその要点だけバーって言われて、うんうんうん、とりあえずこれは言ってみたいな、はあはあはあ、文言だけを言われて、あとはもうお任せやったからどんな感じでやるのやろうと思いながら、いやそうですよ、やらせていただきましたけど、もう新鮮やったね。でも、うん、新鮮、あのかその裏からバックステージから出ていった時のうんうん、うん、こう約5万人の人がさ、スマホを持ってる絵、なんか外国のフェスみたいな。あ、そう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 、あんな雰囲気やった。みんなスマホのライトつけてこうやって、やってたね、うん、びっくりした。不思議な、ちょっと不思議な感覚でやったけどね、うん、なんかで何にびっくりしたかって、そのファンの皆さんの対応の速さ飲み込みの速さ確かに、えーって言ってからもう出たらバーって構えてたから、みんなだから準備万端、やっぱもうここ今回やっぱ特別やから ここはもう取っとかなっていう、うんうんうん、そらね、うん、え、中におったんかなと思って、容量消しとけばよかったみたいな人いや、あんま長く回されへんかったみたいなさ。確かにね。容量いっぱいで。それもあるかも。まさかそんなんあると思ってへんから、みたいな。うんうんうん。いや、びっくりした。携帯も新しいのに買い替えといたらよかったとかさ。画質？画質とか。カメラこだわっとけばよかった。そう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 。いや、もうまさかジャニーズであると思わないですもんね。いや、他のアーティストさんとかはあるのかな、韓国の方たちとか。うん。いや、びっくりしたけど、あのなんか、うん、約その5万人の中に、うん、ガラケーので撮ってる人いたんかな。あー、どうなんやろ。俺はちょっと確認はできへんかってんけど、ガラケーやっていう俺もいたんかなと思って。いや、いるんじゃないですか。もしこのヤンタンを聞いてる方で、私ガラケー僕ガラケーで撮ってましたって人いたら、お便りいただけると。お便りも欲しいし、できればツイッターにその画像載せて欲しいかもしれないガラケーでな、どんな感じで撮ってたんやろっていう。あ、確かに、ね、画質含めな。うん。いや、でもほら、結構カメラがデカデカついてるやつとかもあったじゃないですか。あ、まああるな、そうやな。意外と画質で言ったらいい感じのやつの かもしれない。かもしれへんけど、いや、いたんかなっていう。まあ、多分スマホの方が圧倒的に、まあ、もちろん多いやんか。うん、普及率はそら。やけど、いや、一人ぐらい。5万人いたら一人ぐらい、ガラケーの人を、うんうんうん、持ってもおかしないな思ってさ。いや、おかしくない。もし、いや、ちょっとリスナーさんでいたら、うんうん、ちょっとお便りを送っていただけるとね、嬉しいです、ね、そして可能であればその写真も添付するかツイートするかしていただいて。そうやな、うん、それちょっとめっちゃ興味あるわね、みたいな。その写真が何なんかも気になるけどどの時の写真、どの誰の写真なんかも、アリーナなのかスタンドなのか、でたまた天井なのか、誰を撮ってるのか、うんうんうん、いいな、気になるな。佐野とかやったら面白いな。なんかなんでなんでなんか佐野、なんか佐野、うん、佐野やったかな、佐野多分なんか変なことしとってアンコールで。あ、え、土下座してる。そう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 。なんか分からへんが、なんかしてるわと思って。うんうんうん。まあなんかしてますからね、ずっと彼。そうやねんな。いいね、送ってほしい。面白かったですね。だからまあ、うんうん、今回は特別に。そうそうそう。撮影が。東京ドームはどうなるかまだ分からへんから。分からへんな。ね。もしかしたら。とりあえず京セラはって、僕らは、京セラはああいう感じで。ね。発表させてもらって。そうそうそう。OK という。うん、京セラだけなのか、ワッショイキャンプなのかもちょっと、まだわからないですけど。まあ、また、もし、可能やったら可能で、
言うやろし。そうね。うんうん、うん。またあると思うんでね。もし来られる方はね、もう、なかなかないと思うんで、うん、こういうことは。そう、機種変とかもしていただいて、今のうちに。そう、東京、まだ時間、1ヶ月あるから。まだ時間あるから。1ヶ月あるから、もし来られる方は、うん、画質のいい、そうね。カメラに。変えてみようかなと。携帯をね、変えていただいて、うん、やってもらうのもね。ありかもしれない。ありかもしれないですね、うん。あと容量もチェックしといてください。容量も、一番大きいやつを買ってもろて。そうね。いい画質で、いっぱいね、うんうん、アンコールを。そうね。もし、可能なら撮ってもらえたらなと、うん、お願いします。でたくさんね拡散していただけると嬉しいです。あ、そうそう、拡散もしていいから。そうやそうや、そうよね、SNS で拡散してもらっていいですから。うん、みんなと共有してね。そうね、来られなかった方もそれで見れるわけやからね、うんうん、みんなで盛り上げるライブです。本当にそう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 、僕らとファンの皆さんで。そうなんです。その辺も含めてね、楽しんでもらえたらなと思います、うん、はい、ラーメンプリンさんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんな感じで、うん、今日のヤンタンもやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、放送を聞いての感想をどしどし、どしどしお寄せください。メールアドレスは ys@mbs1179.com、ys@mbs1179.com。ツイッターは、ハッシュタグ A ヤンタンでたくさんつぶやいてください。では、この音、では、この後、11時30分までお付き合いください。失礼しました。目指せ全国制覇 A グループ47全国ツアーへの道。伸ばすタイプなんですね区切るタイプでした。あ、全然どっちも大丈夫ですはい、このコーナーは毎週全国各地からの多くのお便りをもらっている僕たち A グループが、はい、いつかいろんな町に住むみんなに会いに行きたいということで、あなたの住む町のいろんな楽しいこと、美味しいもの、こんな面白いものがあるよなどの情報を教えてくださいと生放送中に募集するコーナーでございます。はよ、もう40件終わりましたか。終わりまして残り7。すごいで、もうね、このヤンタンのブースにその日本地図があってうん、うん、いろいろ書かれてるんですけど、もうボロボロですから、紙が年季入ってる、剥がれ落ち、いやもう剥がれてますやん、だって使い込んでるんです。使い込んでも歴史です。テープも貼り替えてへんから、もう上からやったからなんかもうすごいことになってるわ。テープは綺麗にした方がええなテープはなさあ、ということで、はい、本日は私が引かせていただきたいと思います、はい、41件目。関西が、あ、そうね、3件出てない。兵庫、大阪、和歌山。兵庫引きたいな俺。あ、地元兵庫。地元兵庫。でも兵庫でかいもんな、形で分かりそう。うん、いいんじゃないですか、狙いに行くのも。いや、これちゃうわ。お、だって京都会リチャー君がいたそうですから、やっぱ地元の人いた方が盛り上がりますよきっと。これかも。お、いきます、はい、こちら、和歌山県。惜しい。関西、惜しい、関西やったけどちゃうかった。でも和歌山、和歌山県引きました。いい、ね、まだ出てなかったのか、出てへんかったみたいな、うん、ということですね、和歌山県に住んでるリスナーさん、うん、和歌山県にゆかりのあるリスナーさん、皆さんぜひねツイッターで必ずハッシュタグ A ヤンタン47ツアーをつけて、和歌山県の自慢をつぶやいてください。たくさんのツイートお待ちしております。お待ちしてます。なんだか今日は素敵な気分、心ウキウキ、ハッピートゥデイ。今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーです。はい、では早速紹介していきたいと思います。北海道札幌市、二十歳のラジオネームサイレントメンマさんからいただきました。ありがとうございます。 A グループの二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。私は病院実習のため、今週から実家を離れて下宿で生活しているのですが、うん、3日目にしてもう心が折れそうです。おお。実習先の病院が大きくて患者さんが多く忙しいため、うん、分からないことがあってもなかなか聞けない雰囲気が辛いです。なるほど。私はただでさえ消極的なのですが、より看護師さんに話しかけづらい状況であるため、これから1ヶ月この病院で過ごしているのかとても不安です、うん、A グループの2人は目上の方に積極に話しかけていける方ですか？話しかけるコツや勇気を出す方法を教えてほしいです。なるほど。ちょうど話してたことですね、オープニングでね。でもこれはお仕事の、まあそうか、そうそうそう、中でっていうことなんですよ、ね、プライベートというよりかは。そうかそうか、仕事か。そう、
わからないことがあってもなかなか聞けない。僕は全然話しかけれますね。おお。目上の方、先輩、うんうん、むしろ先輩の方がせいやくん話しやすそうですよね。そうやね。だから多分自分からグイグイ行くのは多分俺平気なんやろな。おお、先輩とかに、うん、そのなんか心がけてるっていうか気をつけてるじゃないけど、コツってあるんですか。コツ、懐に入っていくコツぐ。そんなん考えてやってたらめちゃくちゃやばいやつじゃない俺。いやいや、わかんないですよ。いや、そんなん考えたことないな。え、シンプルに、あ、この先輩となんか仲良くなりたいとか、喋、うんうん、りたいとか、こういう仕事のこと聞きたいとか、うんうん、があったら喋りかけてるって感じやな俺。じゃあむしろ分からんこととか、ふん、なんかあればあるほどそれは話のネタというか、そう、きっかけになるな。ああ、共通、それもそうやし、共通の何かとか、うんうんうん、こんなこと悩んでるんですとか、うんうん、あればあるほど。確かにそうかかなと思うな。まさかどうは。いや、僕も仕事のことやったら全然聞けるんですよね。あ、そこは平気なんや。そこはやっぱ仕事が大事じゃないですか、ね。うん、もちろんもちろん。そうそう、言ってられへんというか、うん、人見知りとか。ああ、なるほど、ね。そう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 、そんなことより何とかしないとが勝つんですよ。でもじゃあそっから仕事じゃなくなって、うん、まあ、連絡先もそうやし、お食事とかね。そうってなってくると全然無理になるってこと。ちょっと時間かかりますね。自分の中でちょっと勇気入れたと。そう、あんま人のスペースにガツガツ入っていくのが苦手なんですよ、僕自身が。来られるのは大丈夫なんですけど。あ、来られるのは大丈夫ない。うん、だから仲良くなるまでっていうか、自分から踏み出すまでは割と時間かかる人です。そう、そういうことか。うん、ほなもう1回しか会わへんとかなったらさ、先輩たち先輩で、うんうんうん、なかなか厳しいんや。なかなか厳しいです、ね、その1回の会ってる時間内にっていうのはなかなか厳しいってことか、うん、じゃあ。そうですね、だからそっからプライベートに発展してみたいなケースってほとんどないかもしれないですよ。ああ、僕は。だからドラマとかで、さすがに何ヶ月かずっと一緒にいてとか、うんうん、舞台とか。そうそうそう。そういうのやったらあれやけどってことか。あります。その期間中にお食事連れてってもらったりとかは全然あるんですけど、でもその時も先輩側から声かけていただいたりとかの方が多かったかも。なるほどね。飯行くか、うんうんうん、みたいな。そう、だからお仕事とかやと逆に聞きやすい。そう、まあ勉強やからっていう、その思考の問題やな、考え方の問題やな、うん、だからそうですね。だからこれもまあ勉強というか患者さんのためって思えば。ああ、そうね、サイレントメンマさんも。確かに確かに。多分先輩も嫌な気せえへんと思う。いや、嫌な気はせえへんよ、うんうんうん、全然。忙しいからってなる、まあ、人もおるかもしれんけどな、うん、まあ、中にはね。うんうんうん、まあ、でもお仕事のことはバンバン聞いていくべきじゃないかな。そう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 、全然大丈夫やと思う。最初はみんなそうですから、わからんことあったらみんな聞いてますから、うん、そうそうそう、あった方がね、振り付けとかもね、後輩から聞いてくれたら嬉しいですよね。ああ、そう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 、うん、全然。でもなんか自分から行くのはちょっと緊張したかも、やっぱり。まあまあまあ、わからんでもないけどね。うん、聞きに行きづらいですよね、うん、でも最初一歩踏み出せたら多分もう慣れて、うん、そういうもんとしてね。そう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 、いける気がするからね、うん、勇気出して一歩踏み出してほしいですけどね。ね、うん、いけそうな身近な先輩から。そうね、そう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 、行ってみてください。そうな人からね、うん、まあ僕らからアドバイスというか言えることはこれぐらいですかね。はい、ですね。頑張ってください、サイレントメンマさん。ありがとうございます。さあ続いて、東京都ラジオネーム歌種のカワウソさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。本日担当のお二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。今日の私のハッピートゥデイはグランピングに行くことです。おうおう、向かう電車の中でこのメールを書いています。なるほど、ね、ずっとずっと行きたいと思っていたのですが、友達との休みのタイミングや施設の空き状況が合わずに見送り続け早数年、執念の勝利です。まったね。残念ながら現時点でグランピング先の夜は雨予報なので花火ができるかは分からないですが、バーベキューはできるようですし、何より施設を楽しもうと思います。よきよき。 A の2人は長年思い続けて叶ったことはありますか。はあ、なるほど、難しいな。長年思い続けて叶ったこと、うん、何やろう。あ、俺でも岡山旅行かも、今年。あ、長年思って、あ、そうか、デニム好きやからってことか。そうそうそう、ここ数年
まあ、グラン結構思ったな。でもうん、だからグランピングというぐらいの期間は悩んでた気がする。数年、数年ぐらい持ってて、うん、いけて、いけましたね。そうか、それはもう叶ったことやもんな。うん、念願叶いました。それが叶ったことによって次ある、うん、いや、一人旅を趣味にしようと思ったんですけど、うん、次がね、なかなか、あの、行きたいところが、そう、ないっていうのと、今めちゃくちゃ暑いじゃないですか。まあ、暑いね、夏場はね。そう。あんまりうろうろしたくないな、っていう。そうね、夏やからええとこもあるやん。いや、わかりますよ。沖縄とかでしょ、それこそ。今 YouTube で流れてますけど、沖縄、逆に避暑地軽井沢とか、うん、ちょっと大人すぎるけど。いいやん、めちゃくちゃええやん、でも。いや、わかるんすよ。た、なんかなぁ。暑いとこって一人で行くのなんか嫌じゃないですか。なんで？イメージ。え、だ、誰、一人じゃない、何人やったんやろ。まあ、最低でも2。そうなの？暑さを共有したいってこと？なんか暑いとこに行くのって、俺のイメージですけど、はっちゃける時じゃないですか。海行くとか。それこそ、キャンプ、グランピング。そう、グランピングとかもそうか。夏の遠出って、もうアクティビティがイコールじゃないですか。うん、アクティブなことが。冬は別に、あ、でも俺だけかな、なんかちょっと観光地景色見に行く、うんうん、でちょっとあったかいとこ入って、うん、ご飯とかお酒とか。絶対大人数の方がいいよ。いや、でも、あ、まあそっか、景色とかだって何人かで見たない？めっちゃ綺麗やなとか。例えばさ、全然景色は一人がいい。景色は一人がいい。景色は一人がいい。で、そうやって寒い景色見て、うん、いや、鍋とかさ、例えば冬場やったら鍋とかみんなでつついてさ。確かにね、鍋出されたらみんなで行きたいなってなる。けどでも意外と地方行って郷土料理とか一人でチビチビ、だって僕らもそうだと思うな。そうそうそう、写真を送ってきてたんや、俺らのグループメールに。送りましたっけ。いや、なんか食べる、今から食べるみたいな。あ、そうやそうや、送ってきてたんや。めちゃくちゃうまそうやったけど。でしょ、なんか一人用の感じやったんやんか。そう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 。だからそういう、まあ一人飲み慣れてるからっていうのはあるかもしれないですけど。あ、はいはいはい、居酒屋とか好きやから、はいはいかな。なるほどな。だからまだ一人旅みたいなことか。うん。だから秋冬になったらもしかしたらまだどっか行きたいなってなるかもしらんけど、今はちょっと、って感じですかね。じゃあ秋冬になったらどっかでまさかと見かける可能性があるってことやな。大いに。47都道府県のどこかで。うん、どこかで、うん。47で教えてもらったところか。か。またまた岡山か。か。そういう可能性もあるんか。全然ある。また岡山行く可能性もあるもんな。全然あります。せやくんは。長年。ちょっと待ってよ、長年俺が思い続けてること。うん、ちょっと待って。来た、この時間始まりました。末澤誠也の思い出しタイムでございます。ちょっと待って、長年思い続けてることやろ。うん、俺何思い続けてんのやろな。知らん。ごめん、ちょっと待って、俺長年ちょっと待って、思い出されへんわ。なんかないかな、雑誌でこんなこと言ってましたよみたいな、リスナーさん送って教えてくれんかな。マネージャーさん知らんかな、俺が長年思い続けてること。マネージャーさん知らんか、俺が長年末澤さんが長年思い続けてることを教えてください。知らんかな、俺が何か知らんかな。ちょっと聞いていきましょうか。俺ちょっと聞いてきてくれへん。俺が長年思い続けてることってなんかあるっけ。何やっけな俺。いや、まさかとか、あのマネージャーさん気に入ってくれてます。マネージャーさんが知ってるかどうかそれも分からへんねんけどな。ただ俺がもしかしたらどっかの雑誌とかね、なんかどっかのメディアで言ってて忘れてる可能性もなくはないからね。俺が長年、え、なんやろな。で、ないことはないと思うねん。もちろん。ないってことは絶対ないんやけど。めちゃくちゃ時間かかってるやん、ほいで。もうマネージャーさんがもう頭抱えてますわ。ないやん、絶対。その感じやったら。もう今一人ラジオ状態で、俺だって。一人でラジオしてるけど大丈夫ですか僕。人生初の一人ラジオ。あ、なんか出てきてるっぽいな。なんか出てきてるっぽいやん。なんかあったか、あったあった。マネージャーさんが絞り出した一言。うん。まさかろさん、なんかありました。ないやん、ないやん、嘘やん。やっぱないんかな。なかった。ないんすか。長年思い続けて叶ってんの。海外旅行とか叶ってへんもん。でもその、あ、そうか、叶ったことか。叶ったことやね。そうか。そう。
そら、そら、思い続けてることいっぱいあるから。それが叶ったっていうのがさ。じゃあ今一番本気で叶えようとしてることを教えてください。今一番叶えようとしてること、一番、一番。へぇー。マネージャーさんとか言ってきました。知らんねんって。マネージャーさん知らんって。俺が今一番長年。言ってないそうっす。え、言ってないって。言ってへんねんって。マネージャーさん一日全部言ってへんからさ。手振られました、めちゃくちゃ横に。いや。そりゃそうやろ。ない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 って。でもなんか、あ、でも海外旅行ほんまに、これずっと言ってる、俺。行きたい行きたいって。旅行はやっぱりある。アメリカっすか。いや、フランス、イタリア。ヨーロッパ。いや、アメリカ行きたいね、もちろん。おうおう。でも、フランス行きたいかな。フランス。いや、アメリカ。なあ。悩みどころって感じ。全部行っちゃおう。それはでもほんまに行きたいなと思ってるけど、うん、ずっと。叶ってないから。確かに。アメリカはね、いいっすね。一回行っときたいですよね。うん。だ、叶ったことというよりか、僕は叶えたいことは、何個かありますね。うんうん、ぜひ叶えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。時間かけて。続いて、はい、埼玉県あげお市のりんりんりりんさんからいただきました。 A のお二人、スタッフさん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。私の嬉しかったことは夫が出世したことです。お、おめでとうございます。触れたい。誰よりも努力をして結果を出してきた姿を見てたので評価されて嬉しい。四五的尊敬です。しかしそのおかげで出張がめちゃくちゃ増え、先週は静岡と大阪、今日は広島、その後は鳥取、岡山、兵庫に行くのでなかなか会えなくなっちゃいました、はい、寂しい気持ちといろんな場所に行けて羨ましい思いを込めて、夫には A ヤンタン47ツアーで出会ったご当地グルメリストを送っておきました。今日は広島なのでウニホーレン食べられてるといいな。 A のお二人、わっしょい期間で何か美味しいもの食べましたか。嬉しいな、その47のやつを参考にしてくれてね、してくれてんだね。そうそうそう。しかもほんまに全部美味しそうなもんばっかりですからね。いや、そうやね。いつも送ってくださるのが。そう。いや、よかった、貢献できて。嬉しいわ。ね、おめでとうございますですね。あ、そうね、出世ね。本当に。うん。おめでとうございます。さあ、わっしょい期間で何か美味しいもの。大阪、まあ言うても大阪公演ですから、うん、やらせていただいたのが。でもケータリングのところにたこ焼きやったりとか。あ、ね。あったよね。かすうどん。かすうどん食べた。うまかった、めっちゃ。あれだってお店の人来てくれてたんじゃない。そうその場で作ってやってくれてたもんね。うん、びっくりした。ジュニアの現場でそんなんなかなかないよね。ね、ないから。そう嬉しかったっす、ね、贅沢やった。かすうどん食べたな。かすうどんって大阪のやつですよね、きっと。多分大阪名物のはず。めちゃくちゃ美味しかった。そう何気に初めてですか、もしかして。かすうどん、いや、そんなことはないと思うねんけど。でもそんな最近食べた記憶なかったから、うん、いや、俺もなんか食べたことあんねやろうなみたいな感じやったけど、なんかもしかしたらリンリンリリンさんの旦那さんが大阪に来るってなったらかすうどん。ああ、そう ね、まあ、たこ焼きとかもちろんあれですけど定番やけどもね、うん、かすうどん美味しかったな。そう、なんかね、串揚げとか行ったら締めで出してるところとかもあったりなかったりするから。逆にワッショイキャンプ中はかすうどんしか食べてないですね、うん、多分。そう、極端ですね。2日間で。それはそれで大丈夫ですか。2日間で。現場で、ああ、お家では食べたけど。家では食べたけど、現場では僕多分かすうどん以外食べてないですね。ご飯を多分。なんで食べる、いや、お家帰ったら食べへんねんな。現場で。あ、そう、現場で。そう。そのイメージありますね。そうやね。なんか、食べる気分にならへんねんな、現場で。みんなが弁当食べて、俺結構食べてへんかったりするからさ。いや、めっちゃ見ます、食べへんねや。まさかどう、絶対食べてる。絶対食べる。ちゃんとなんか食べてる気するわ。端っこの漬物まで全部完食。そうそう、そのイメージあるな。そう、お弁当好きなんですよ。いや、美味しいねんけどな。それもだから持って帰ったりとかはすんねんけど、うん、そんな感じですかね。かすうどんはほんまに美味しかったですね。でも、ぜひ皆さん、じゃあリンリンリンさん教えてあげてください、旦那さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて、北海道小樽市、ラジオネームあっと驚くソエちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ソエちゃん、ありがとうございます、今日担当のお二人、こんばんはさ。こんばんはさ。私はワッショイキャンプ大阪公演行くために発表されてすぐ仕事の休みを取得し大阪へ行く準備をしました。すげえ嬉しい。けれど残念ながらチケットが取れませんでした。かあ、そっか。しかしせっかく休みも航空券もホテルも取ったのでもったいないと思い、うん、観光しに来ました、うん。京セラでグッズを買ったり MBS さんに行ったりできてとてもハッピートゥデイです。あと2日滞在しますが A チューブのロケ地、
淡路島などに行ってたくさん関西を満喫したいと思います。ええやん、めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、あと2日いるってことは今日も行ってたのかな、大阪。え、そうじゃない。すげえ。なのかな、多分そういると思うよ。いいですね、夏休みですね。夏休み、そう、夏休みだと思ってね。そう、ワッシュキャンプは来れなかったけど、うん、っていうね。そうかそうか。いや嬉しい、でもそんなすぐにスケジュールを抑えてくれるなんて。いやーね、うん、配信は見てくれたんかな。あ、そうや、 YouTube ワッシュキャンプね、うんうんうん、一部分だけ、ね、配信がされまして、うん、見てくれてたかな、見てくれてたかな。だってもうあれも結構前日とかに発表しましたもんね。そうやったんか、あれ多分そんな気がする。前日が発表したんか。割とキンキンやったなって思った気がする。そうそう、結構、うん、全部キンキンやったから、ほんまに。サプライズ多めでしたね。そう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 。そんな感じ。いや、ありがたいね、YouTube のね。YouTube のロケ地はスタッフさんも行ってくれたりしてくれてますからね。え？あ、スタッフさん？ヤンタンスタッフさんか。ヤンタンスタッフさんは絶対行かないですよ。そう、だからびっくりした。行くわけないじゃないですか。行くわけない人たちが行ってんのかなと思って。勘違いがハリーポッターとか行ってますから。旬な方ばっかり行くからね。僕らのことなんかその、うん、全くですよ。俺らがいかんでも盛り上がってるとこばっかり。そう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 。それはええことでしょ。違うね。うんうん。俺らがいつもお世話になってる人とかも行ってくれたりしてるらしいよ。そうそうそう。淡路島面白いですよね。いろいろ、今もしかもいろいろあるからね。本当に。食べ物あるし。観光できるとこも遊べるとこもあるし。うんうん、いいね。本当に夏休みやな。いや、ぜひもうね、そう、夏休みだと思って、うんうんうん、関西ほんま満喫して帰ってもらえたらなと、そえちゃんさん、ね、思います。リスナーさんもぜひ夏休み淡路島いいですよ。いや、そう、おすすめですよ本当に、うんうん、皆さんぜひ行ってみてください。さあ続いて、はい、ラストです。大阪府ラジオネーム、はい、萌えかさんからいただきました。ありがとうございます。 A のお二人、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。私が今日嬉しかったことは、クラスの女子の距離が一気に縮まったことです。今まではグループに分かれて行動することが多かったのですが、うん、今日の卒アル用のグループ写真を撮った後に女子だけで集合写真を撮ろうという流れから仲良くなりました。はい。そして来週高校の広場で水風船や水鉄砲を使ってみんなで遊ぶことも。青春やな。いいな。最後の高校生活目いっぱい楽しみたいと思います。 A のお二人、この夏楽しみなことはありますか？もしあれば教えていただきたいです。青春してるね、萌えか。青春やな。いいっすね。やります、俺らも夏水鉄砲。いや、早っ。大丈夫。いや、早っ。減って、え、否定早っ。ちょっとそれは6人で水鉄砲。あれ、水鉄砲。うん。いや、水風船大丈夫。プールもあるかもしれない。いやいや、本当に大丈夫です。みんなで水着で、あの、全然全然一人で行ってもらってますから。それも一人なん、俺。俺勝手に4人に、他の4人にも断られてる今。一人で行ってもらってる。そうか、夏の楽しみですって。楽しみか、うん。いや、友達と、うん、そのバーベキューの予定をしてんのよ。ただもうそこはもう俺を抜きにしてスケジュールを決めてもらってんの。うん、あ、そこ何が入る、もう俺はそのなんか入るか分からへんし、うん、どんなどうなのか分からへんから、うんうん、仕事が、うん、だからみんなが予定合う日にもし俺が行けたら行くわって感じやねんけど。なるほど。去年は行かれへんかったん。ああ、そうか。そうで、今年は行きたいなと思ってんねんけど、うんうんうん、どうかなって感じ。バーベキューだからしたいな、なんかいいっすね、夏っぽいというかさ。夏っぽい。そうそう、懐かしいな。昔関西ジュニア、アキト君とかね、ジャニーズ WEST さんがデビューする前にやってくれてましたね。そう、俺もそれっきりやから、ちょっとバーベキューとか行きたいな。なかなかやりたいな。なんかあるんじゃない、一人バーベキューとかできるとか。なんで俺一人で行ってることになってるんですか。いや、あの、ヤンタンスタッフさんと一緒でしょ。一人が一人行動が好きなんじゃないですか。基本的に一人、あの、ヤンタンスタッフさんは海外とかも基本一人で行ってますから。いや、その行動力はすげえと思う。見習いたい。すごいよ。一人海外は俺無理やん。結構普通に一人で行ってるやんか。うん。いや、すごい。それはそこまでは無理なんや。海外一人とか無理なんじゃん。いやー、いやでも、よっぽど行きたいってなったら行っちゃうかもしれないです。ほんまに。あー、別にその、言葉が通じひんとかでも。うんうんうん。欲が勝てば。あー、なるほどね。でも、バーベキューってねえ、鍋よりみんなでするものじゃないですか、醍醐味として。まあまあまあ、そうね。バーベキューはね、ちょっとハードルが高いかな。さすがに一人バーベキューは。うん、それやったら海外行きたいと思います。海外にね、一人海外かな。なんか青春する。いいね、夏っぽいことは。なんか夏っぽいことしたいね。夏感じたい。そうそうそう、プライベートとか。そうね、それは思いますね。うん、ですかね、うん、夏感じようとしてます、僕ら。してます。はい、必死に。ありがとうございます、萌えかさん。さあ続いて、
はい、これがラストです。あよ、大阪市天王寺区ラジオネームカジュレグミさんからいただきました。カジュレグミさん、ありがとうございます。 A のお二人さん、スタッフさん、こんばんワンダホー。あー、初めてのタイプ。こんばんワンダホー。こんばんワンダホー。2学期の文化祭でやるクラスの出し物が英語でのミュージカルに決まりました。配役決めでなんと主役になっちゃいました。わららら。カラオケで歌うことは大好きだけど舞台で歌うのは初めてだし、しかも主役なんてびっくりです。うん、でも選ばれたからには頑張ろうと思っています。夏休みの間たくさん歌を聴いて覚え練習しようと思っています。はあ、A の皆さんは普段練習はどうやっていますか？緊張せずパフォーマンスするコツなどあったら教えてほしいです。ミュージカル主役やって、英語で文化祭であるクラスの出し物英語でミュージカルやからな。どう、なんで分からんあれなんじゃない、その英語に特化したクラスとかあるんやん。なるほど。そういうのなんかもしれへんけど分からへん。グローバルな感じなんや。はい、なんか多分セリフも歌も英語なんやろね、英語でミュージカルやから。すごいな、なんか前衛的な文化祭。すごいな。すごいな。すごいしか言われへんわ。普段練習どうやってやってますか？緊張せずパフォーマンスするコツなどあったら教えてほしいですって。でも初日とかでも緊張しますよ。バチクソしてるで。うん。グレショーとか特に。うん。一回切りやし。まあそうね。うん、一発勝負だからね。しかもミュージカルでしょ。うん。わあ、ちょっと未知やな。グレッグやってた時はどうやったんですか？オズの。めちゃくちゃ緊張してた。そうっすよね。しますよね。めちゃくちゃ緊張してた。最後まで。あ、マジですか？うん、まあ、大先輩が主演でね。坂本くんが主演で、うん、出られてて。いや、緊張、二人でハモったりとかもあったから。うん、坂本くんとね。うわー、そっか。やっぱ緊張するし、俺は特にやっぱ後半からの出番やったから。うんうん、うん、うん。なんか自分のあれで花の物語のさ、ね、なんかこう皆さんそこに入り込んで見てんのに、うん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 、途切れさせたらとか、なんかちょっと変ななんかこう邪念が入ってきてしまったりとか、最初のせいやの気持ちが、そうそうそう、あったりしたりしてたな、うん、ライブとかは？ライブはね、まあちょっとしますけど、でも最近はなんか心地よくなってきたというか。なんかまあいい緊張感みたいな、うん、付き合えてる感じがする。もうバックバックでどうしようもみたいなことはないかな。そのなんか緊張せずパフォーマンスするコツ、ライブとかではある？いや、俺もう出ちゃえば大丈夫なんですよ。あー、出るまでね。そう、結構そういう人多いんちゃうかな。でも、うん、いや多分意外とカジュレグミさんも出ちゃえば大丈夫な気するけどな。俺もそうやね、いつも出る前はやばいねんけど、出てしまえば、うん、そうそう大丈夫やったりするんよね。あと一番怖いのはセリフ飛ぶときでは。そう、特に英語なんかね。日本語やったらさ、うん、飛んだとしてもなんとか違う言葉でつなげれそうやけどさ、組み立てれるし、英語なんかもう飛んだらつなげようないもんな。つなげようない、分かれへんもん、文法を生み出すしかないから。ないもんな、うん、そう、飛ぶのが一番怖いね。ね、そうそうそう、そこやね。そうそう、だからちょっとごめんね、今新しい緊張植え付けてしまったけど、ね、こんなんってどんだけ練習しとっても飛ぶときって飛ぶね。もうなんか緊張とかもなんかいろいろが合わさって、うん、緊張してなくても飛ぶときあるし。そう、だからもうこればっかりはほんまにね、分からへん、うん、うん、うん、やセリフ飛ぶかどうかは、そう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 、うんやから、うん、もう最悪セリフ飛んだりしたら、うんうん、すいませんって言ってもう一回一からやり直したらいいと思いますわ、ね、僕はそうしてたんで舞台に。怒られたじゃないですか。バチクソ怒られましたけど。すいません、言わなかったら大丈夫よ。うん、そう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 、分からへんから案外。そうやねん、そうそうそう、だからまあでもね、たくさん練習することは絶対大事やと思うんで。そうそう、なんか余計なこと考えながらでも喋れるぐらいの状況になったから。ああ、そこまでいったらね、めちゃくちゃ勝手に出るから大丈夫。うん、いいと思います。はい、カジュレグミさん、ぜひね、主役頑張ってください。頑張って。はい、ありがとうございます。すごい主役は。さあ、本日読ませていただいた中でハッピートゥデイ大賞、あ、そうだそうだ、決めたいと思いますね。僕決めさせていただきますね。はい、いやー、いっぱいいいのあったからなー。どれかなー。いやー、そうやなー、ありましたよ、多種多様のハッピーツデーが。そうね、うん、ハッピーなものからハッピーなものまで決まりました。お、それでは今日のハッピーツデー大賞発表お願いします。ラジオネーム、うん、カジュレグミさんでございます。主演
いやちょっと頑張ってほしいね。いや頑張ってほしい。なんか舞台で歌うのも初めてって言ってるから、うんうん、初言った初舞台みたいなほんまやなことやからさ、デビュー作、デビュー作やからで主役やし、うん、いやぜひね、あの気合い入れて、うんうん、頑張っていただきたいなと思います。ここでハマったらもしかしたらまたやっちゃうかもしれへんし、ね、いやそう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 、もしかしたらそれで舞台の方とか好きになってとかもありるかもしれへんし、うんうんうん、いやカジュアルグミさんにはねステッカー1枚プレゼントいたしますので、おめでとう。ぜひお守りがてらね持っていって持っていってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。 Thank you。このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやれますなどのお話をメールでお寄せください。以上ハッピートゥデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイディアン操作 MBS It's a happy today。 さあちょっとここから大発見のコーナーやったんですけども、うん、そうですね、なんとですね、さっきオープニングで喋った、うん、アンコール撮影 OK の時に、スマホじゃなくてガラケーで写真撮影をしてた人、もしリスナーさんでいたら送ってくださいっていう、はいはい、ね、うん、あのお便りをね言ったら、一通届きましてですね、すごいなんとすごいよ。ちょっと紹介させていただきますね。ぜひぜひ。京都府さとちゃんさんからいただきました。ありがとうさとちゃん。母がガラケーで撮ったものを急遽送ってもらいました。お母さん。この画質でも顔がいいのがわかるせいやくん、天才的なアイドル様ですね。あらあら、右下はまさやくんだと思います。写真付きでね、うん、送ってくださったんですけど、画質がめちゃくちゃ悪い。これ多分おそらく、うん、モニターに映ってる僕をガラケーで撮った写真なんですけど。そうね、きっと。うん、いいじゃないですか。天才的なアイドル様ですよ。やっぱり、いるんですね、やっぱり。いらっしゃいますね。だからやっぱこの佐藤ちゃんのお母さんやから、うん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 、お母さん世代の方で、ガラケーの方ね、うん。まあやっぱ一番電波強いのは。ガラケーって動画撮れたよね。動画撮れたはず。撮れる撮れる。撮れるよね、撮れるよね、うん。だからそのワンシーンなんじゃないですか。なんかな。いいじゃないですか。やっぱだからいるんやって、うん。やっぱそうやわ。いたんやわ。いや、嬉しいな。でも一通やからやっぱみんなほぼほぼスマホなんかもな。かもね。なんか吉川太郎の画像が大量に送られてきたらしい。言うとった。それなんなんマジで。じゃあそれなんなんで、ガラケーって聞いたらスマホっていうか。なんでその太郎の写真をみんな送ってくるの。太郎の写真送りたかった人やから。じゃあ太郎の写真は別に募集はしてないのよ。ガラケーで撮った方いたら教えてやから。って言ってたから、太郎の話一切してないのに。ね。で、どういうことなの。ようやんたんで太郎の話出てくるけど。わかれへん、なんか。知らぬ間に浸透していっちゃって。でも出た、来たことはないもんね。スタジオにはね。留守電ね、出てくれたのね。留守電だけか、まだ。そう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 。不思議やな。不思議。太郎のやつだけ。うん、いや、だからこう、いつ来ましたから。いや、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。早急にね。これも早速大発見あげたいぐらいやけど。いや、ほんまに。これはちょっと僕、やっぱり、いるんやなと思いましたね。うん、まだまだいると思うけど、ガラケーの人。そうね。いや嬉しい。いやいや、さとちゃんさんありがとうございます。わざわざ送っていただいてね。じゃあタイトルコールいきましょうか。はい。知らんかった大発見のコーナー。パフパフ。さあ、このコーナーではまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーさんから教えていただくコーナーとなっております。はい。それが大発見、中発見、小発見なのか僕たちが判定していきたいと思います。はい。で、我々二人とも大発見の札を出したら番組ステッカー1枚プレゼントということで、さあ、このコンビは出が悪いとらしいですね。評判の二人が集まってしまいましたけれども、らしいですね。でも出題は僕なんで。あ、そうそう、うん、いつもそう、俺呼んでたからね。そうそうそう、楽しみです。出させたいと思います、いっぱい。お願いします。まず1つ目、香川県ラジオネーム花さんからいただきました。100発100中で失敗しないハイタッチの仕方がある。興味深いですね。興味深いですか。はい。まあ、ちょっとね、ハイタッチずれちゃったりモタッとしたりみたいな経験あります。皆さんあると思いますけども、ね。はいはい、それが100発100中、ね、まあ、やってみましょうか。まあまあ、そうね。一旦ね。あ、そういう系やもんね。ね。体験系やもんね。やってみましょうってことでいいですよね。はい。よし。では、どうぞ。おった。イェーイ！ねえ、こう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 。イェーイ！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 おい！おい！おい！何何何何こ！おい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 おい、ほらほら、え、怖っ、何怖っ。
ほら。え、なんですか。え、はいはいはい。音聞いてました。カキーン。カキーン。カキーン。わー、どん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 。うん。野球。イエーイ。うん。ホームラン打ったと思ったら、うん、ハイタッチは絶対成功するって。どういうことそれ、別に。どういうこと。ちゃんと、どういうことですか。え、ホームラン、花さんが言うてるから。ホームラン。花さんが。ほら、これもね、ラジオブース、こう二人が来てハイタッチしてる絵があるじゃないですか。あ、そう。え、走っていったら、わーってできちゃうみたいな。ちょっとまだ納得いってないですか。え、納得いってないっすね。納得いってないですか。うん、なんかちょっと。じゃあちょっともっと上手いやり方。まだあんの？あります。これ理論的です。ああ、はい。直前まで相手の肘を見てハイタッチをすると、百発百中で綺麗にハイタッチができます。え？相手の肘を見とく？肘を見る。ギリギリまで？これは相手の腕の出所を把握するからできるそうです。ぜひもう一度試してみてください。で、ここからまた走っていってってことでしょ？うん。あ、俺の課金からね。あ、それいる？課金は。絶対いんの？それ。絶対、ね。課金いるの？いや、いらんけど別に。いるんです。走っていってでええんちゃう？あのボーカリストがいるって言ってるんです。で、そんな課金にこだわってんのか分からへん。じゃあ、せいや君ボール投げてください。野球じゃなくてもええしな、ほいで。はい。え、ボール投げてください。なんか、打つにはボールが飛んでこないと。打てないんで。じゃあ、その、SE でパン叩いたら課金って出るやん。SE パンとか言わないでください。俺が打ってなってる音の。はい。はい。ボール。打ってる打ってる打ってるね。噛み合ってなかった。全然噛み合ってなかった。あ、もう全然噛み合ってなかった。噛み合ってへんのよ。急にやるから。もう一回やろうしょ。いや、課金って言ったで。もう一回やろうしょ。もう一回やろうしょ。いきます。シュッ。あい。肘見て。さあ、俺の肘を見て。おっしゃ。できた。はぁ、あ、いや、はぁ、あ、じゃないって。はぁ、あ、じゃないって。これはこれちゃんとこれあれね、これ大発見のコーナーは、うん、出題する側がちゃんと責任持ってやらなあかんから、そう、最後までしっかりと、うん、俺もこれはだいぶ無理してやった。いや、これはさ、じゃどういうこと。じゃあでもこの2個目の方はガチなんですよ。肘見てみたいな。そうそうそう。でも、1回目の時よりもずれてたで、今の方。2回目の肘見てた時の方が。え？手の、この、1回目の方がちゃんとこう、うん、手のひらと手のひらがバーンっていった感じでしたけど、うん、今ちょっとずれてたで、肘見てた。俺の方が停止したやったから。俺のホームランは何やったんですか？課金は。走ってやった。あれ ?2 回目のあれは。だからなんかこう、みんなで喜んでる時はハイタッチいけんじゃない、うん、でも、ああまあね。そう。うん。だからその、理論的な方は、ずれてたけどね、今。そうか。肘見てみたいな。その、出どこ。うん。なんでそんなん思ったんやろな。ハイタッチ百発百中。目の付けどころめちゃくちゃおもろいけどな。目の付けどころね。うん。いや、確かにあるやん。ずれるとき、うん、ハイタッチ。わちゃーってするとき。ある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 ねんけど。でも、ハイタッチするときって、冷静に肘見ようって思いますよね。そうやね。そもそもハイタッチするってことはめちゃくちゃ喜んでるとか楽しい時や、うん。そう。ってなったら相手の目を絶対見てるから、うん、その瞬間に相手が自分の肘見てたら怖って思うからな。よく言ってくれました。さあ判定参りましょう。はい。せーの。中発見。ごめん、小発見。これなぁ、ほんと。いや、俺が悪い。いや、おもろかったね。うん。面白さはあった。俺悪い。その、絵付きとかも、ちょっと俺は、そう。だいぶ好きやな。わざわざその、ヤンタンブースの感じを描いてきて。ね、イラストやら再現してくれてるんですよ。それはちょっと、手の込んでる感じ含め。うん、そうね。情熱と愛を感じましたけど。感じましたし、好きでしたけど。うん。これ見た時が一番面白いっていうね。そうね。お便りを見た時、ね、それを見た時が一番面白いかも。ピークかもね。そうね。いやでも、俺の。でも好き系ではありました。ね。系統的に好きでした ね。さあ。もう一回チャレンジしてください。ぜひ。花さん目の付けどころは最高です。はい。よし。じゃあ気を取り直して。はい。そんなこともありながら。いや、こっから一発目みたいになってんで、今収録やったらカットしてる感じやん、もう。さあ、それではということで、僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいことを。カットしてるやん。リスナーさんから。カットしたるなや。生放送やのに。どんどんいきますよ。神奈川県平塚市ラジオネーム、サーヤミーさんからいただきました。ベートーベンが不機嫌そうな理由。
ちょっと可愛い。ベートーベンの肖像が浮かんでますか、はいはい、頭に。わかりますよ。あの、ちょっと気難しそうな、難しい顔して、してますね。本とペンを持ってる。うん、で、その、まあ、一文字に結んだ口とどこかを睨みつけているような鋭い目元。うん、ちょっと怖いあの表情の理由、あるのご存知でしたか、いや、知らないですね。実はその肖像画が描かれた日の朝、家政婦さんが作ったマカロニチーズが茹ですぎてまずくて不機嫌になってしまったからだそうです。え？そうなの？そうなんです。まあ、何枚も肖像画は描かれているのですが、彼の気性が現れたようなあの一枚が一番有名になりました。うん、スタッフ調べあります。はい。冗談好き、ジョークが好きやったベートーベン、感情の起伏も激しく急に怒り出す暴力的な一面も見せたと言われています、うん、感情が表に出やすいとはいえマカロニが柔らかいだけで消えるという恥ずかしい瞬間の絵が一番有名になってしまったのは彼の運命だったのかもしれません。なるほどね。スタッフ調べでした。俺これさ最近気づいたんやけど、うん、あのスタッフ調べで盛り返してるやつめちゃくちゃある。最近気づいたんすか？最近気づいてんけど、なんかうまいこと彼の運命だったのかもしれませんみたいな、うん、ああなるほどねみたいなんで、これでもスタッフ調べで納得してんねんなって思って、これスタッフ調べなくで、なしで考えなあかんわけよ普通は。普通はねリスナーさんの知識やから。そうやな、うん、ってことはまあ彼の気性が現れたようなあの一枚が一番有名になりましたってことやね、うん、そうです。でもこれだけでも結構いい情報詰まってませんか？そうね。なんか文句あるんですか？そうやな、なんか不満そうですけど。これ有名なんかな、このその理由っていうのは有名？有名なことなの？いや有名かどうかじゃなくて知ってるか知らないかやから。嘘ではないんやね。ほんまはほんまなんやね。ね。ってことはどっかにはその載ってる書いてるってことか。そう。へえ。ちゃんとルーツというかソースがあってのことでございます。なるほどね。これはちょっと王道な大発見なんじゃないでしょうか。はい。さあ。それでは判定に参りましょう。せーの、大発見。これいいじゃないですか。勉強なるじゃないですか。スタッフ調べが出しゃばりすぎわ。出しゃばりすぎ。あーって言ってる。あーって言ってる。悔しそうな顔してる。これは。じゃあでもこれはやっぱステッカーゲットしてほしいっていう、うん。っていうスタッフさんの気持ちやろ。そう。だからチームプレイなんですよ。リスナーさんとスタッフさんとの。うんうん、で、俺らに知識を教えてくれてるっていう。いや、知識はこのスタッフ調べなくても伝わるからさ。うん。十分。はい。はい。うん。伝わんのよ、別に、うん。スタッフ調べがなくてもね。まあね。より詳しく説明してるみたいな感じで、いつもスタッフ調べて、大体。うんうん。でしょ？でもそのスタッフ調べがあるのは、サヤミーさんのこれがあるからじゃないですか。うん、それ全部のお便りそうやねんけど、だから。そらそうやねんけどさ。あ？どのスタンスでおんねん今。今どのスタンスでやってんねんラジオ。くっそー。これなんか申し訳なくなるな。いや、あなたも上げてない側の人ですよね。でも普段。普段はね。なんかなったから。なんなん、ちょちょ、どういうこと？ちょ、どういうシステムなの？何それ何？ないよ。その課金鳴らしたら配達するシステムないからね別に。いやいや一応したけど、俺らも立ったけど今一応やらなあかんのかなと思って立ったけど、これ今ちゃんと俺がごねてたのに。いやこれで仕切り直しとかじゃないからね課金でそんなラジオちゃうねんいつも普段やってんの。くそあかんかったか。惜しかったですけどね。まあね、うん、ええ感じだったけどね。中発見やからね。まあまあまあ、え、以上以上え以上今日2通？俺まだまだ喋りたいよ。まだまだ大発見したいよ俺。いや以上なんですかね。以上時間ですか？うん、あれ喋りすぎた？いやオンタイムよ。あれですよね。うん、オンタイムで2通か。オンタイムぐらいで言ってんじゃない？でも2通か。はい。そんな押してる実感なかったな。あ、ちょなんでそのなんなんこれほんまに。なんで俺らも捨てよ。いや捨てたったらいいや俺らが。別に俺らも立たんかったら無視したええ話やで、ね、これいやちょっと今びっくりしたわ。2通か今日。そっか、これで仲良く終わりましょうって言われた。何やねんそれ。そうか、そんなんない。課金でハイタッチして長く終われるとかないんよ別に。なんか消化不良だけどしょうがないな。ということで以上、知らんかった大発見のコーナーでした。それではここで1曲お送りしたいと思います。
1987年からおよそ4年間ヤングタウン木曜日のパーソナリティを務めたダウンタウンのお二人。今夜お送りするのはダウンタウンの浜田雅俊さんが主演された1995年のドラマ、うん、人生は上々だの主題歌でございます。スマップで俺たちに明日はある。今日は A グループセザスヤと正門義則がお送りしています。今喉が痛いです。やつの仕業でしょ。やられました。辛いチョコレートでしょ。はい。激辛チョコレートをなぜか本番前にカメラも何もないのに食べさせられました。食べさせてそのリアクションを見て薬ともしないでしょ。はい。なんで食べさせられたんやろうと今思ってます。これ全員やられてます。お疲れ様でした。失礼しました。目指せ全国制覇47 A グループ47全国ツアーへの道和歌山県俺大発見のページのまんまにしててあ、何やったっけと思ってこれカフちゃうからって気抜いてんじゃん今日抜いてないいつもこんなせえへんやんな。リラックスしてるのさあということでたくさんの情報をいただいたので早速ご紹介しましょう。はい。ラジオネームカンナさん、ラジオネームじゃないわ、カンナさんからいただきました。気抜いてんじゃん気抜いてんじゃん。いや今日カフェやから、カンナさんからいただきました、はい。和歌山市には友ヶ島という離島があります、はい。ラピュタのモデルになったと噂の風景や砲台屋とクジャクまで生息しておりとても幻想的な島となっています。市内からフェリーで20分ほどと意外と行きやすいのでぜひ観光に来てください。天気がいいと淡路島も見れますと。あ、そうなんや。クジャクって野生の？じゃないの？ってことすごい。生息しておりやから。そっか。うわ、すげえ。見たいかも。そんな場所あんねや。いいな。フェリーで行ける。うん。20分ぐらいしないから。行きやすいよね、距離的にも。ね。めちゃくちゃ雰囲気ある。いいね。いいところやな。ありがとうございます、神田さん。覚えとこう。続いて、長芋。さんからいただきました、はい。紀の川市に果物専業農家さんがしているフルーツパフェのお店観音山パーラーがあります。和歌山県産の旬の果物を使った季節のパフェは味も見た目も最高です。本店は紀の川市ですが神戸や銀座表参道にも出店されているので、うん、和歌山の美味しいフルーツをぜひ食べてほしいです。贅沢な好きそう。せいやくん、いやうまそう、こんなん好きやわ。ねえ、フルーツいいっすよね。神戸や銀座表参道にも出店されている。あ、神戸行けるじゃないですか。行けるわ、行こう。観音山パーラーですって聞いたことある気すんねんな。へぇ、あ、そうなん。美味しそう、ね、季節によって変わりそうやから。そうね、季節のフルーツ使ってたもんね。うん、覚えとこう、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてペペさんからいただきました。ペペ、全国ご当地バーガーグランプリで殿堂入りを果たした丸ごと紀州梅バーガー。何それ。和歌山県は梅の収穫量が国内1位で南高梅は梅の最高級品種と言われてます、うん、そんな梅の美味しさを知ってもらおうと誕生したご当地バーガー、ぜひ食べてみてください。梅のバーガーめちゃくちゃうまそうやねんけど、俺梅めっちゃ好きやからさ。あ、そうなんすか。めっちゃ好き。あ、そうかそうか。うわ、これうまそうやな。食べた。種とか大丈夫なのかな。抜いてんじゃん。さすがに。うん。梅美味しそう。いいな。これうまそうやわ。殿堂入り果たしてねんで、バーガーグランプリの。いや、確かに。すごいで、だから。うんうん。なんかもっとアメリカンなやつかと思ったら、めちゃくちゃ上品なやつ。そうやな。うん。味気になる、これ。美味しそう。うん。ついにバーガーになってたのか。な。覚えておこう。ありがとうございます。続いて、ゆずレモンさん。和歌山市にある淡島神社は、あ、知ってる知ってる、人形供養の神社、うんうんうん、地下室に髪の毛が伸びる人形があります。ちょっと怖いです。今まで嵐さんやウエストのメンバーも番組で来られていました。ぜひ正門くん来てくる。なんで名指しやねん、まさかね。神社周りには人形がぎっしり置かれています。ちょっと怖いかな、これは。怖いな、ちょっと怖いかな。これでも心霊スポットってわけではないですよね、きっと。普通に神社として、うん、人形供養の神社やから。ただ地下室っていうのもちょっと怖いんやな。地下室に神が伸びる人形があるっていうのはな。まあまあまあね、供養やからね。でも伸びてるってことは供養されてないってことなのかな。あんまり深入り、あ、怖なってきた。あんまり深入りせんとこ。この写真を見ることすらちょっと怖いです、僕は。怖いですね。タヌキいっぱいおるのは可愛いけどね。いや、そうね、タヌキはね。
ありがとうございます。さあ、サリちゃんさんからいただきました。サリちゃん、白浜町のホテルシーモアというところにあるインフィニティ足湯、おすすめです。そうそう、足湯と目の前にある海がつながっているような感覚を無料で味わえます。私が行った時はお天気があまり良くなかったのですが、晴れていると2枚目のようにとっても素敵です。海もとても綺麗なので、ぜひぜひ。めっちゃ綺麗やん。あ、ね、確かにその繋がって見えるってことか。ほんまやね、うんうんうん、すごいね、一面青やな景色。これは気持ちいいな。そっか、白浜も和歌山なのね。そうよ、いいな、いいとこいっぱいあるな。そうよ、これはええな、うん、めっちゃ気持ちよさそう。天気よかったら。名前おもろいですね。インフィニティ足、インフィニティ足いいな、リラックスできそう、ここね。え、夏でも良さそう。うんうん、ありがとうございます。続いて和子さん、 WAKO 和子さんからいただきました。千畳敷と三段壁洞窟がおすすめです。男の人は崖とか洞窟にロマンを感じやすいのではないでしょうか。三段洞窟内では迫力のある波しぶきが見れます。ちょっと何なん、偏見やん、偏見やん。嫌いじゃないけど、いや嫌いではないけど、偏見やん。ワクワクはするけど綺麗ね、すごい。音が反響すんねんて。どんな感じなんやろ。なんか青の洞窟とかあるじゃないですか、すごい光入って綺麗みたいな。うん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 、あるね。そういうのじゃない、結構またちょっとちゃうもんな。ガチの洞窟ですもんね、うん、これどうやって行くの。お思った何で行くの。エレベーター、エレベーター。そうなんや。あ、そういうじゃちゃんと見れるエリアがあるんや。観光用になってるってことですか、舗装というか整備されて。はあ、そうなんや。行ってみたかも。さすがスタッフ調べすごいな。さすがやな。大発見の時だけじゃなくて、じゃないねん、こういうとこまで補足してくれんねん。ボーカリストすごいから。はえー、これ面白そう、これ面白そう、行ってみたかも。ロマン感じてんちゃん、やっぱり男。ほんまやな、狙い通りや。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて、T.S さん、TS、あざですね、ありがとうございます。あざす。和歌山県には日本一短い川が存在します。那智勝浦、那智勝浦町、うん、という和歌山の中でも南にある小さな町に存在します。深さは30センチぐらいで、長さは 13.5 メートルです。小さな子供が遊んだり、地域のおばあちゃんが野菜を洗ったりしていますよ。へえ、何それ。昔話みたいな。ブツブツ川って書いてるね。日本一短い、深さ30センチ 13.5 メートル、いいな、うん、なんか30センチでちょっと水場かな。そうやな、だからここの子供遊んだりとかと、ね、うんうん、野菜洗ったりとか。俺ちょっと一個行きたいとこ思い出した。何、那智の滝って和歌山でしたっけ。那智の滝行きたいんですよ。でっかい滝が綺麗な、うん、夏、うん、一人で山にこもりたいと思って、うん、一人で。そう、でも人いるね、結構いるんですよね。一人で山にこもりたい、それだけ聞いたら結構やばいよね。そうそう、大丈夫。いや、なんか夏山に一人でこもりたいって結構やばいで。どうした。いや、なんかぼーっとしに行きたいなって思って、うん、なんか川の音とか、うん、木陰とか、気持ちいいよな。そう、自然に身を置いておきたいと思って。こもらんでもいい。まあね、こもらんでもいいです。そうだろ。そう、でもちょっとそういう自然なところで半日ぐらいぼーっとしたいなみたいなんで調べてて、那智の滝めっちゃ綺麗なんですよ、うんうんうん、それでも観光地やから、そうそう、一瞬でもちょっと見に行きたい。そこは滝際できへんの。たさすがにないんちゃうかな。な、滝際とかしてきたら一人で、うん、あ、いいっすね、夏ね。 やりたいって言ってたやん、 YouTube。 そう、やりたい、やるなら夏がいいと思ってたから。でも YouTube で俺と小島がやったからさ。真冬にね、うん、元旦に元旦にやったから。確かに、ちょっと思い出したらやりたいこと。よかったよかった、そういう自然のとこいいよな、わかるわ。アザス TS さん、ありがとうございます。続いてゆりかさん、和歌山県はラルクアンシェルのボーカルハイドさんの地元、うん、昨年、5月で運行は終わってしまいましたが、ハイドさん仕様の電車も走っていました。すごいな、かっこよすぎて思わず何枚も撮ってしまいました。すごいな、めちゃくちゃハイドさんや、怖え電車。すごいな、スターですよ、やっぱりこれは。すごいな、地元のスター。 A グループもこんなんなったらいいけどな。あ、いいっす、なんかユニバーのやつとか憧れますよね。あんなんいいよな、うん、なんか一面マリオのやつとかあるじゃないですか。嵐さんがだって飛行機やったりしてるんですから。なくはなくはないですよ。頑張れば、めちゃくちゃ頑張ったらなくはない話かもしれへんもんな。環状線にドーンって、いいな、ね、そんな風になれたら。
夢あるな、うん、頑張ろう。これはすごいわ、うん、ありがとうございます。あざすゆりかさん。さあ続いて、Y さんからいただきました。 Y、和歌山市の西笠崎の海岸、海岸の街並みが、うん、イタリアのアマルフィのように見えると有名で新たな観光スポットになっています、うんうん、おすすめの時間帯は夕方の日が落ちる時間帯で、まるで海外にいるかのような体験ができます。セクシーゾーンの菊池風磨くんもツアーの和歌山公演の際来られていました。へー、いやめちゃくちゃ綺麗、すごいなこれ、うん、確かに日本海外っぽいわ。イタリアって言われたらっぽいもんな、うん、なんか外国のちょっと田舎というか下町な感じ。わかるわかる、いいなあ、おしゃれやなあ。風磨くんもツアーの時来てたんや。観光で行ったんすか、ね、なんかな、なんか漁港ってでもいいっすよね、うんうんうん、見てて落ち着く。魚とかも美味しいんかなこの辺。いや美味しいやろね。いいなあ、知らんところいっぱいあるな関西でも。あるわ、めちゃくちゃある。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはグルメでございます。はい。マヨさんからいただきました。昔慰安旅行で行った和歌山で食べたクエ鍋。わ、クエ。今まで食べた魚の中で一番美味しかったです。何年経っても忘れられないぐらい。多分美味しすぎてびっくりすると思います。いやするわ。他の魚はもう食えんらしいです。あ、ぜひ食べてみてください。なるほど。好きですか、せいやくん、こういう締め方は。いや。あんまり好きじゃないですね。ハマらんかったか。ハマらんかったか。この子のアイコン多分俺の人形やねんな。多分。あ、ほんまや、ぬいや。おそらくな。ハマらんかったってマヨさん。もう食えん。もう食えん。一回でも MBS のそれがジャニ博で小事件が食えつって。うん、あったわ。ね、食べさせてもらったことあるけど。めちゃくちゃ美味しいからな。うまかった。クエ鍋、うわ、鍋食べたいわ今。いや、そう、夏場にクーラー効いたところで食べる鍋とかもまたうまいですからね。最高やわ。うん、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスグルメ。さあ続いて、リコさんかな。リコ RICO さん、リコさんからですね。 L ですね。あー、R じゃない、小文字の L です。 CO 小文字の LICO リコさんからです。和歌山といえば10万円金貨を探す熊野水軍埋蔵金探しです。何それ。白良浜海水浴場での夏の暑い中、おうおう、白い砂の中から埋蔵金を探すのです。サラサラな砂なのでなかなか見つけるのは難しいんですが、あのワクワク感はたまらないです。宝探しみたいなこと。いや、ことやな。え、ほんまの埋蔵金ってわけではない。いや、さすがにちゃう。あ、ですよね、びっくりした。さすがにちゃうやろ。ですね、徳川埋蔵金レベルのやつじゃなくて、そんなんやったらあかんやろ。カジュアルなやつですよね。カジュアルすぎるって。誰でもみんな見つけた人持って帰っていいですよって。そう。それはカジュアルすぎるやろ。いや、埋蔵金っていう響きがやっぱロマンあるから。これはでも10万円金貨、これそういう遊ぶイベントなんか、だから。で、10万円相当の。相当のってことなのかな、でも一応。金は金ってことなのかな、これ。うん、多分今めっちゃ調べてるボーカリスト。調べてるな、ボーカリスト。調べてるか違うことで。あ、調べてないか。あ、そうか、ごめんなさい、ごめんなさい。で、調べてへんねん。まあ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 。まあまあまあ、ネットサーフィンしたいお年頃。ああ、地図が、ほらもう地図落ちてきたし、怖なってきたわ。なんかお人形さん来てんちゃう、怖いってそうか、10万円ね、絶対探し楽しいからね。リコさんの、うん、何これ名前、うん、アットマークの後、はい、モンドリマサヤこれ一番おもろい。モンドリマサヤに改名したらいいんちゃうさ。ジャニハクのキャラでね、モンドリマサヤの前は。モンドリマサヤって書いてたな。それでアカウント作ってる子がおるん、おもろいな。そんだけ浸透してるってことや、モンドリマサヤ。さあ続いていきましょう。はい、続いてミユさんからいただきました。和歌山はみかんのイメージが強いですが、桃の産地でもあることをも隠れた自慢です。蛇口からみかんジュースは聞いたことがあるかもしれませんが、蛇口から桃ジュースも飲めること皆様ご存知でしたかと。知らん。桃です。桃ジュース、桃のイメージ失礼ですけどなかった。なかったかも、うん、そうなんや、初耳や。こんなん絶対うまいもんな。贅沢すぎません？家に欲しい。確かに桃ジュースサーバー、うん、和歌山からつなげてんやろな、だからこのこの水道管なんていうの、うん、何なんていうの、なんていうの、なんていう仕組みをさ家までつなげたらできるわけ、ね、システムをそのまま持ってきてもらったら。なんか大阪も蛇口ひねたらソース出たりせえへんかな。いや、それはいらんやろ。それはいらんな、蛇口ひねてソースはいらんやろ、うん、なんかないかなと思って大阪はソースが出てけへんかな。
いや皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。いやちょっともうやっぱりこれ見る紹介するとやっぱ行ってな、ね、食べたりとか楽しみたいなってやっぱ思いますからね、うんうんうん、それは出張先の旦那さんに共有したくなる。これはいやいやほんまにでも参考にね皆さんしていただきたい。うん、めちゃくちゃいいコーナーやと思います。そういやねいいと思いますわ終わりが恋しいけど、やって終わりながらね、うんうん、やっておきながら、はい、ということで以上47全国ツアーへの道第41回目は和歌山県でございました。来月も47全国ツアーお楽しみに。お楽しみに。まもなくエンディングなんですけども、うん、皆さんにちょっとお知らせがございましてですね、はいはい、来週7月26日水曜のヤンタンは収録でございます、はい、ということでハッピートゥデイを募集したいと思います、今週末に起こった嬉しかったこと楽しかったこと悲しかったことなどをメールで送ってきてください。締め切りは24日月曜日でございます、うん、はい、間違いないようによろしくお願いします。で本来なら来週は月末なんで今月のええとこあかんとこがあるはずなんですけども、ちょっと諸事情により再来週。あ、再来週ね。あるのある。はい、あります。メールは随時お待ちしております。お願いします。お願いいたします。ちょっとおもろいお題をいきましたね。はい、ちょっと紹介していいですか。いいですよ。スエノリの2人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。私はわっしょい2日目にリチャタンのおばあちゃんと参戦しました。おばあちゃん人生で初めてのライブが京セラドームで、撮影 OK で楽々携帯かっこガラケーでケータどこおる、あー大きくケータあそこにおるってキャッキャしながら撮ってましたよ。謎に黒がかった写真、そして霧がかかった、リチャ君がを見て可愛いって言ってるおばあちゃんが可愛いです。今度公式写真買ってあげようと思います。おばあちゃん大人にさせてくれたリチャ君ありがとうと写真付きで。素晴らしいガラケーで、ね、ほっこりするエピソードですけど、うん、もうリやっぱガラケーの画質は画質はね、画質はそうやけど、でも思い出が詰まってるっていう美しい写真じゃないですか。いやなんかこのエピソード聞くとめちゃくちゃほっこりしました、うん、ね。いややっぱいいですね、こうやって形に残る思い出が作れるっていうのもね。いやそうね、なんか嬉しいですね、うん、そう、この写真見てこの時のことを思い出したりとかしたらね、いいなと思います。おばあちゃん楽しんでくれたかな、ライブ。いや嬉しい、ほんまに。ケータ呼びやリチャーじゃないの、ケータの孫みたいな感じ感じてくんな。みんな大体リチャーやから、あんまりリチャーのことケータって呼ぶ人おらんからさ、周りでは。ケータって言うんだツッコむもんね、リチャー君、うん、なんでやねん、なんか、そう、そっち、なんでそっちで呼ぶんじゃないのか。そう、ええのにね、ケータどこおる。嬉しいなぁ。いや、ええわ。本日もありがとうございました、松原さん。よそよそし、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またまだいつか、はい、またいつかあればすぐ会うと思いますけど、はい、よろしくお願いします。お疲れ様、おやすみ。